はいどうもこんにちは、ピアさんのゆです。今回はハリーンを使ってランク戦遊んでいこうかなと思います。でね、またまたですよ、またしてもこのキャラクターに弱体化が来てしまったということで、まあ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 、どこが変わったのかお話ししていこうかなと思います。でこれがね、何の告知もなくて急に来たアップデートだったから、翻訳が俺ちょっとよくわかんないんだけど、まあ俺が感じたところとか見つけたところでお話ししていこうかなと思います。さ、疑心見つけたのはでかいけど、ちょっとやめてそれ。このね、板裏待機の絶対当たらないやつは2種類の方法があって、綺麗に入っちゃうと当たんないから、こうやってじっくりとあえて遅く入ることによって当てれるんだけど、今のはなんかちょっとタイミング見せてくれた。オッケー、まあとりあえず2本刺せたからやっていきますか。で、何が変わったかって言ったら、これ、この罠を投げれる本数が、これね、あー、袋、いやー、まあ、うまいよね。そう、サバイバーの対策もだんだん上手くなってきて、袋を使うタイミングも上手くなってる、マジで。で、まあ、弱体化、これね、罠を投げれる本数が、2個になりました。前は3個投げたんですけど、さあ、うまく乗り越えて、で、今回は傲慢を採用しております。で、なんか、足跡あったから、これもバッツマン着てる説あるな。ここを退避するかな。いやー、向こう側、いたするか。オッケーオッケーオッケー。で、他にも何が変わったかって言ったら、この存在感1段階に溜まった時の、はいはいはい、それは分かってる。トゲ分のダメージ与えるバチンってやるスキル、あれのクールタイムが、これがえげつないほど、あ、当たった、伸びてて、よいしょ。いや、これバッツマンもやりきるか。前がね、25秒のクールタイムだったんだけど、これが32秒になってた。あ、うまっ。うまいんだけど。オッケー、まあいいや。とりあえずこれで存在感マックスになったから、どうこれ、傲慢超強いでしょ。まあ、最初ね、別にサバイバー仕留めるのに困んないよみたいな感じの時は良かったんだけど、だんだんこうやってサバイバー上手くなってきてるから、さすがに引いたりとか仕留めるのに袋も使えてたら、まあ、時間がかかって結構ね、事故りやすい試合も増えてきたんで、こういう傲慢採用はかなり強いですね。もうこれで存在感マックスになっちゃう。ほい、いやー、これどうしたもんかな。向こう側回してるのがロボだから、オッケーオッケー。ロボがそこにいてくれるのがまだ唯一の救いかな。これこのまま持ち上げて壊しに行きましょう。人格は今回は、傲慢プラス、閉鎖空間振って、残りを、指名手配などに振ってます。めっちゃ来る、めっちゃ来るな、おい。めっちゃ来るじゃん。さすがにそんだけ近寄れちゃったら、反射神経勝負勝てる気しないんで、下ろしました。もうこれさ、もうダウン放置型でいくか。ちょっと戦略っていうか戦い方変えないと、ちょっとこれ、勝てそうにないんで、トリッキーなプレイします。2本分刺した。やっぱこうやってせっかくね、存在感溜まったことを生かして、オッケー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 、生かして戦っていくのが一番大事で、全員起きた。いやー、これ先にとりあえず義士かな。うん、義士を倒しに行きましょう。で、今バッツマンと、あ、ちょ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 、これは見なかったことにしてください。バッツマンと義士が、騎士会吐いてくれたから、それだけ覚えておこう。これダウンを取ります。当たるよね、これ。あぶね、ギリギリだな、今ので。これで与える。ほら見て、これクールタイム32秒から始まるからね、だいぶ長い。このね、7秒のおかげでだいぶきつくなってきたな。オッケーで起こした。で、空間まだ騎士官入ってないね。で、1回分トゲだけ刺しといて、次バツマン倒しに行こうか。オッケーオッケーオッケー。ロボットも多分出てないんじゃないかな。で、今この状況回せるのが、空軍と占い師だけだから、まだなんとかなる。いや、これ長いし、今本当だったらもう使えるんだけど、これがまだ使えないんですよね。オッケー、よくダウンを取る。タゲチェンしてもう一回戻ったぐらいのタイミングで使えるかな。30秒のスキルってまあ今まであんまないよね。ほんとジョゼフの写真とか、まあ、その辺の特殊な例になってくるぐらいなかなかない。あともう一回、オッケー、飛び入り変わったら多分絶対まだこういうところが当たるかな。オッケー、よし。んーで、耳鳴りがするな。あ、待って、治療してた今。なんかそんな感じの音が聞こえた気がする。こっちが言ってる。こっちが言ってんのがどうだろう、義士かな。あ、占い師か。まあ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 。おー、うまい。その旋回うまいよ。そうされたら、しっかりこうやって綺麗に回るんじゃなくて、ぐりぐりしながら、じわじわと、じわじわと当ててきた。オッケー。こうすると、こういうなんか、旋回避けに結構対応できるかな。オッケー。よし。これで3人またダウン取って、で、空軍がまだ騎士会入ってないんだよな。入ってたっけ？多分入ってないよね。さすがにちょっと釣りますか。いい加減そろそろ釣るわ。で、まあこの弱体化した状態で、まあ何日かやったんだけど、まあでも言っても結構ね、戦えてはいますね。今んとこね、ランキングも2位かな。2位まではやってきました。ギリギリね、月曜日のランキング更新の時は11位で、惜しくもね、一つ入れなかったんですけど、S に。まあ今んとこ2位までは上がってこれたので、まあそんな戦えないレベルにはなってないけど、何にも考えずに勝てますかって言われたら、そうじゃなくなってきてるんで、出た時みたいに、マジでこいつぶっ壊れすぎだろみたいな感じにはなくなりました。オッケーオッケー。あ、で、今のそう、今のやっぱそうだよね。今のさ、前このトゲが食らったタイミングとか、その、トゲでバチンみたいにやった時の救助キャンセルがなくなってる気がする。
今まではね、なんかトゲ食らったりとかしたら、その救助モーションキャンセルされてたんだけど、それもなんかされなくなってるんだよな。で、あとなんか、これ俺の体感だけど、多分、なんかその、トゲを2本目させる、その、なんて言うんだろう、感覚が長くなった気がする。前は1本刺して、2本目刺してみたいなのが結構簡単だったんだけど、2本目させる秒数もちょっと伸びたのかな ?1、2秒ぐらい。っていう感じがします。これはちょっとごめん、わかんない。また日本版にアップできたら、その告知ちゃんと見てみんな判断してください。俺の気のせいの可能性もあります。さあ、これバッツマン次また、これ当たるな。オッケー、一発引いて、よし、これ地獄なんじゃない?オッケー、ダウン取って、これも多分騎士官生えてないの占いだけだよな。空軍も多分ダウン取ったし、よしよしよし。これ誰も起こされなければ、俺の勝ちだ。まあこうやってね、しっかりと機動力を生かすことができれば、序盤チェイスが伸びたとしてもなんとかなったりはする。どうしようかな。こう板割りながら、どこだろうこれ。みんなに、あ、いた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 、よし。いや、そこ空軍か、多分なんとかなる。オッケー、引いて、あれ、え、起きてる。あ、騎士官吐いてなかったか。やっぱそうだよね、なんか吐いたか吐いてないかよく分かんなかった。いやー、これ起こされちゃうかな。なんとか間に合えばいいんだけど。そこら辺誰かいる？バッツマンかなんか。あ、いるいる。え、間に合うか。あ、バッツマンじゃなかった。あれか、儀式かもう何がなんだか分かんなくなってるわ。オッケー。まあ、ということで、もう一戦遊んでいこうかなと思います。さあ、2戦目遊んでいこうかなと思います。精神病院。このスポーン、ほんとね、悩むんだよな。正面側、追いやすいさ、2枚板のポジションの方行っても、あそこ窓枠があるから結構厳しいし、で、この小屋も厳しいし、強ポジも厳しいから、結構病院のスポーン次第でね、やっぱこのスポーン嫌い。あ、なんかいる。なんか、口笛吹いた。野人だね。これ野人ですね。で、こっちの女神もいない。いないかな、これ。もうこうなったら反対側で油断してるこっちの人狙いに行くしかないな。なんか前も動画でやらんかった。もう俺のお決まりの戦術。いい加減これ対策されそう。もうこのさっきのスポン引いたら、油断してるこの人狙うぐらいしか、ほんと選択肢ないんだよな。で、2回分引いた。さあ、袋を使ってどう逃げていくかですけど、あー、とどまるか。この辺。あー、惜しい。この罠もね、地味に1個減ったっていうのがね、きついんだよな。やっぱ3個あれば、だいぶね、ストックが溜まってて、その、チェイス場所を封じやすかったんだけど、それもね、だいぶ考えてやらなきゃ、もうこうやって罠不足になっちゃうから、ただそこ、OK、間に合うな。あ、うまっ!なんだ!ほらね、うまくなってるっしょ、サバイバーも。まあ、ただ、ここで傲慢がついに溜まって、存在感1段階プラス、で、ダウンと。OK。で、これ、トゲ刺してると、2発分のね、存在感が溜まるの。で、これでもうすでに、あと1発分サバイバー殴るだけで、あれなんですよ。存在感マックスになってしまうっていうね。これが強いから傲慢本当にいいんだよな。で、おすすめの人格とかだったら、その傲慢と上閉鎖空間とで指名手配を抜いてコントロールフリーとかも結構ね、まあ、他の中国ランカーの人ほとんどみんな振ってるんだけど、まあ、俺その指名手配大好き人間だから絶対指名手配抜きたくないっていうのもあって、やっぱこうやってね、野人がどこからいるかっていうのをこの状況だったら球場キャラほとんどもう野人かオフェンスじゃんっていう状況で野人の居場所が分かっていれば、まあ、こうやってね、安全に救助来ないようにオフェンスの前に張り付けることができるから、やっぱ締めてへん俺好きでつけちゃうんだよな。あと俺があんまりコントロール信用してないってのもあるな、本当に。まあこういうシーンもあるから、あんま別にコントロール無理して入れなくてもいいかなと俺は思いますね。まあ好みかな。締めてへんがいいか、まあコントロールがいいか、まあ、好きな方を取ってくださいって感じですね。これね、ちょっとね、1回分ぐらいトゲ刺しときたいね。バチンでダウン取りたいから、そろそろ服を触っててもおかしくないから。オッケー、聞いといて、よいしょ。占い師の時はね、こうやって直接殴るよりはできるだけ罠2個分、罠トゲ2個分刺した方がいい。おお、どういうの。いやー、やっぱね、達人の域になってしまうとあれだもんね、魚もさばかれてたことを気づかないって言うもんね。俺もその域に達しちゃったか。このサバイバーがダウンしたことに気づいてなかったわ今。戻ったふりしながら急接近すると、ここで3本分刺して、いや、これだよな。今わかる。これもう弱体構えだったらバチンしてオフェンスダウン取れてたんだけど、まだクールタイム上がってないっていうね。これがやっぱ結構厳しいな。誰かとトゲ抜き合うんじゃないかな。こっち側行ってたから院内また入るかな。いやー、この耳鳴り院内臭いな。あー、院内ですね。まあ、院内も全然逆にね、院内の方が強ポジとかよりは追いやすいっちゃ追いやすいんだけど、まあそれでも結構嫌なので、まあ逆にターゲットにしましょう。あー、命乗られたけど、野人も別に乗られても存在感マックスならこれでトゲ刺さるし、これどうしようかな。このままなんか追いそうな気がするな。当たるか。足が速い。オッケー。あ、なるほどね。いつもこのパチンってやっててすぐ下ろしてたけど、なるほどね。このトゲ刺さってる状態で通常殴りするとそんな感じになるか。やばいやばい。
何それ。ああ、確定球か。それ賢いな。まあでもバチン残ってるかな。確定球したとしても多分オフェンスはダウン取れて、多分ダブルダウン取れるよね。オッケー、よしよしよし、ナイス。そう、これトゲ抜かれてたら結構きつかったけど、今の確定球。やっぱね、トゲを抜かないとこうなってしまうから、やっぱ対策の一つとしてしっかりトゲは優先的に抜いた方がいいと思う。あそこ冒険がいるね。しっかり見とこう。まだ乗り越えてきてはないな。あ、ちょ引っかかってるよ。で、降りて今、あー、歩いてるね。この距離感救助狩りしたいな、頑張って。さあ入れ替わる。で向こう側のフェンスまだ OK、 いないな。あ、いた OK、 一発目引いて、さあ変身したらこれおしまいよ。いや、ワンちゃん間に合うか。危ねえ。ギリギリ間に合った。よしよしよし。で、あそこフェンスがいる。タックル怖いな。罠を置きながら。あ、危ねえ。スタンしてよかった。スタンしてたら救助されてた。OK、まあ、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。